はい、では1時40分になりましたので、ご名さんで人によるツール開発発表を始めてもらいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Git によるツール開発っていう、Git を使ったってなってましたけど、まあはい、そういう感じで発表いたします。モテメンと申します。京都から来ました。 GitHub も Twitter も HatenaID もモテメンという名前で、活動しております。好きなものは Go とか Vim とか Git とか、まあ、Perl も使っております。 Hatena っていう会社から来たんですけど、 Hatena の中では、マカレルっていうのを開発してまして、これはハテナでも一色でスカラと Go を使っているという感じで、僕はプライベートで最近パール書かなくなってきたので、もうここ1年間くらいパール書いてなくて、ちょっとパールっぽい発表に なれなかったんですけど、すいません。で、僕と今同じ T シャツを着ているハコベ932っていう人がメインホールでスカラの話をしております。はい、僕はその裏番組です。よろしくお願いします。ですね、ちゃんとみんなに分かっておいてほしいというか、正直に言おうと思ったんですけど、 Git によるツール開発っていう名前なんですけど、 Git でツール開発をしようっていう話じゃなくて、 Git を使ったツールを開発するっていう話なんで、かなりこの何かを作るっていうよりかは Git した話になると思うんで、すいませんが、ご了承ください。で、結構 Git のテクい話じゃないですけど、まあ、Git をどういうふうに使うかみたいな話になると思うんで、はい、よろしくお願いします。で、いきなり宣伝なんですけど、僕が作ったものっていうのを、いくつかご紹介します。GHQ、Git ブラウズリモート、Git PR リリース、ふんふんふんってありますけど、はい、すいません。 GHQ っていうのは、名前、最近こう流行ってるペコ、パーコルっていうのに、流行りに乗っかって使ってもらってる方が結構いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これ Go で作ったツールで、まあ、いい感じに Git クローンとか HG クローンしてくれるっていうツールです。まあ、どういうふうに使うかっていうのを、まあ、簡単にお見せしますと、失礼ですね、 GHQ get HTTP、まあ、こんなふうにギャル語にしとこうか。GitHub のリポジトリを指定しまして、 get ってすると、決まったディレクトリの下に、決まった場所に、まあ、勝手に Git クローンしてくれるっていうツールです。これで、Git クローン簡単に上げますねと。で、 GHQ ルックってやるとシェルが立ち上がって、あれ、納品処理ファウンド、そのディレクトリに CD してくれる、簡単に使えるっていうツールです。はい、ご利用ください。で、まあ、これいろんな方に紹介していただいているので、まあ、こちら見ていただければありがたいなと思います。で、 GHQ って皆さんご存知かもしれませんが、 GHQ っていう別の存在がございまして非常にエゴサーチがしづらい、まあ、これ名前は GitHub ヘッドクォーターみたいな感じでかっこいいかなと思ってたんですけど、今となってはただただ後悔あるのみという感じです。で、すいません。で、 ブラウズリモートっていうのは Ruby で書いたツールで、まあ、何かっていうと、まあ、いい感じに、どっかの、そうですね、リポジトリの中にいるときに Git ブラウズリモートとかやると、まあ、この、GitHub を開いてくれる。 GitHub じゃなくて Bitbucket でも見てくれますし、これ結構便利な Vim のプラグインがありまして、こんな風にすると、まあ、その選択した部分に飛んでくれるとかあります。で、まあ、これ便利だよって紹介しますと、大体じゃないですけどね、そんなん Hub ブラウズでいいじゃんみたいなこと言う人がいるんですけど、 Hub ブラウズよりちょっと賢いことをしてます。その話をちょっと後でしようと思います。で、 Git PR リリースっていうのは、前 GitHub 会議っていうのがありまして、そこで柴優くんが紹介してくれたツールなんですけど、 GitHub の開発ブランチとリリースブランチっていうのを分けてるような場合に、開発ブランチにマージされたプルリクエストをさらに、本番にマージしたいっていう時とかに、どんなプルリクエストが今回リリースされましたかっていうのが、プルリクを新しく作ってくれるっていうツールです。で、これ、まあ、チェックボックスが出てて、まあ、リリース前の確認とか QA とかに使えるという感じのツールになっております。で、 GitHub コミットステータスマークっていうのは、これは Go で作ったツールで、めっちゃ簡単なツールなんですけど、 GitHub のコミットにステータスっていうのが与えられますよね。 CI 通ったか、Travis CI のテストが通ったら緑のチェックマークがついて、通ってなかったら赤いバツマークが出るみたいなやつを、コマンドラインで確認することができる。これ僕が、プロンプトに出して、これ例えばここ今出てますよね、ここ GHQ のこのコミットは、
はあのテストを通っているので、まあ状態いい感じだなっていうのが分かるというようなツールです。はい。でまあ、最後 Git Unify っていうのはこれはあんまりおすすめできるようなもんではないんですけど、シェルスクリプトで書いたツールで、ハテナっていう会社はいろんなプロジェクトがあるんですけど、それぞれ同じサブモジュールを共有してたりするんですね。で新しいプロジェクトをクローンしてきたときに同じサブモジュールをまた、Git フェッチしてこなきゃいけないっていうのはめんどくさくて、 Git 以下を共有するっていうものを作ってみました。まあ、これはかなりエクスペリメンタルな感じなんで、使ったらリポジトリがぶっ壊れるかもしれませんので、まあ、ご注意しておいてください。でまあこれはもともとこういうエントリーがありまして、サブモジュール用の、Git 以下を共有するっていうツールだったんですけど、それを一般化してみたってことです。まあ、もし勇気のある方は使ってみてください。はい、はい、宣伝終わりです。で宣伝終わりって言って、まあ、このようなツールを作ってみたっていう話をするんですけど、共通点としては、パールを使ってない。はい、冗談です。すみません。はい、ドット Git 以下とかを直接触ったりはしてないっていうのがまあ一つ。あと libgit2 っていう、確か C で書かれた、Git の API を叩ける、直接叩けるツールみたいなのが、ライブラリみたいなのがあるんですけど、そういうのは使ってないと。じゃあ、どうやって Git とやり取りしてるのかっていうと、Git のサブコマンドをたくさん使ってます。Git help-a ってやると、Git のサブコマンドが大量に出てくると思うんです。僕が見たところ150とか160くらいあったんですけど、まあ、こいつらを利用することで Git っていうのは Git とはうまくやり取りできるっていう話です。というわけで、あとはまあ細かい、個別の話を、見ていこうと思うんですけど、はい、まずですね、暗黙の引数とかかっこいい名前で呼んでるんですけど、まあ、環境ですね、ユーザーがGit 系のコマンドを叩くときにこういうものを仮定しているというふうに、ツールを作る側も仮定していいだろうってものです。まあ、何かっていうと、まずはリポジトリ。大体の Git のコマンドはリポジトリの中で実行されるのが普通ですよね。まあ、そうじゃないものももちろんありますけど、ある一つのリポジトリが対象とされているってことは、想定しておいていいだろう。当たり前ですね。で、あとヘッドっていうのは、今 Git のリポジトリがどんな状態、どんなリビジョンに、置いてあるかっていうのです。まあ、今いるブランチとかですね。でこれ、まあ、今いるブランチが、想定されると思っていいと。で Git のバージョン2から確か Git プッシュの戦略っていうのが変わって、今いるブランチだけがプッシュされるっていうふうになりましたよね。Git 1時代は、リモートブランチをトラッキングしているブランチが全部一気にプッシュされるっていうので、まあ、僕らも使ってた時に時々事故が起こったり、思わないブランチがプッシュされて事故ったりっていうのがあったんですけど、今はこういうふうになってるってことは、まあ、今いるブランチを対象にするというだけは仮定しておいても良いだろう。はい、という話です。で、それを踏まえて引数の解釈っていう話なんですけど、 Git ブラウズリモートっていうさっき紹介したツールは、リビジョンを引数に取ることができます。例えば、フィーチャークールっていうブランチだとか、B08D29 とかいう、直径のコミットを指すとか、それはたまた何、かのタグにニョロ1とかつけて、何かタグの1個前のコミットを指したりだとか、はたまた、アットマークブレース3っていうよくわからないシンタックスで示される何かを、ブラウザで開きたいみたいなことをユーザーは指定できるわけですね。リビジョンを指定できるっていうふうに、ツールが言うってことは、こういうものを全部サポートしなきゃいけないってことです。で Git のリビジョンっていうのは何なのかっていうのですけど、リビジョンっていうのはオブジェクトを指す何かというふうになってます。オブジェクトっていうのはタグとかコミット、ツリー、ブログの、まあ、いずれかなんですけど、これについてはですね、そうだな、ヤルオで学ぶ Git コアチュートリアルっていう未完の文章がありまして、そいつをご覧いただくと良いかもしれません。はい、そっちはまだちょっと僕が書いてるんですけど、書いてるというか書いて飽きたやつなんで、はい、年生まれです。でまあ、どういうものがあるかっていうと、まあ、皆さんご存知40桁の社番、それから名前ですね。で他にもあります。さっき見た通りニョロがついてたりアットマークがあったりっていうのがあります。それからこれは、パターンがどんどん増えています。 Git が進化していくといつの間にか新しい表現方法が出ていて、まあ、びっくり驚きという感じですね。まあ、それの変化に追従していかなきゃいけないと。で、まあ、リビジョンっていうのはいろいろありますと。まあ、これ僕は面白いと思ったから紹介するんですけど、まあ、シャワンはもちろんですよね。それから、まあ、皆さんよく触ってるレフネームっていうのがあるんですけど、レフネームってまあドキュメントでは呼ばれているものなんですけど、これは、シンボリックレフネームと、うん、まあ、マスターとか
V2.0 っていうタグ名だとかヘッドとかですね、まあ、これはタグだったりブランチだったりリモートだったりと解釈されます。例えばマスターブランチっていうのはそれのフルネームというふうに呼ばれてないんですけど、正しい名前、全装飾名という感じのやつはレフスヘッズマスターと呼ばれる、これはブランチですね。で V2.0 がタグだった場合はレフスタグス V2.0 になると。でオリジンっていうふうにしたときには、まあ、オリジンヘッドっていうのがあればそいつを指しているということになるっていうふうになります。で、まあ、これの実態はドットギット以下にあって、まあ、皆さんそうですね、ドットギット以下一度は覗いたことあるんじゃないかと思いますが、まあ それらのファイルとして表現されていると。まあ、他にもいろいろ面白いのがありまして、ハットで、いくつ上の親を見ることができるとか、じゃあいくつ目の親を見ることができるとか、ニョロでいくつ親をたどることができるみたいなのいろいろありますね。まあその面白いのではアットマークの後にプレイスで囲んでイエスタデイとかスリーアワーズアゴーって書くと、そのブランチが、3時間前にどんな状態であったかっていうのを指すこともできる。それに、デスクライブアウトプットっていうのは Git デスクライブっていうコマンドのアウトプットが使えるっていうのがこれ面白かったんで、注文してますけど、はい、それとまあこれですね、コロンスラッシュテキストっていうふうにすると、このテキストを含む このテキストをコミットメッセージに含むコミットっていうのが得られると。まあなんかすげえなっていう感じなんですけど、はい、これ本当にいろいろあります。でこれが Git レウパーズっていうコマンドの、ドキュメントに載ってますんで、皆さん後で読んでみてください。で、ユーザーが何を言いたいのかっていうのを、コマンドは理解しないといけない。でブランチ、本当はブランチを指定したかったんだよっていう時とか、ただコミットを見たかったんだよっていう時とかありますよね。まあ、それを解釈するために Git ブラウズリモートっていうコマンドでは何をしているかっていうと、 Git シンボリックレフ、レブパーズ、ネームレブっていうサブコマンドを使っています。で、Git ブラウズリモート、まあ、挙動なんですけど、ブランチとかタグが指定された時はGitHub の、ツリーページ、特定のブランチのページを表示する。そうでない場合、ブランチとかタグを指してないコミットの場合は直接コミットを見せるみたいな挙動になっています。まあ、それを実現したい。で、ユーザーが指定できる引数っていうのは、まあ、まず引数がないっていう状態がまず1個ある。それからブランチやタグを指定するとかコミットを指定する。まあ、他にもファイルを指定したりっていう場合もありますね。で、引数なしの時には、どういう挙動をしたらいいかっていうと、まあ、ヘッドを見てやると。今、ポジトリがどういう状態にあるかっていうのを引数として、引数に与えられたものとして使ってやると。まあ、ヘッドが指しているのはブランチかタグか、まあそうではないただのコミットであると。つまり特定のコミットだけをチェックアウトしたときですね。で、これを読むために Git シンボリックレフっていうのを使っています。で、ヘッドが何かのレフを指しているか、ブランチとかタグを指しているか、それともただのコミットだけを指しているのかっていうのを判定するわけです。で、Git シンボリックレフって何かっていうと、昔々はですね、 Git ドット Git 以下のヘッドっていうのは普通のシムリンクで表現されていて、これがドット Git 以下の何かのブランチを表すファイルっていうのを直接指していたんですけど、まあこれ可変性かなんかは理由ですかね、これがまあ結構昔になくなりまして、今はただのGit ヘッドっていうのはただのテキストファイルになってて、レフコロンレフネーム、このブランチを指してますよっていうテキストか、ただのシャワンが入っていると。で、まあ、Git シンボリックレフっていうコマンドを介してヘッドファイルを触ることで、シンボリックリンクっていうのを抽象化して扱うことができる。そういうツールです。で、こいつを使って Git シンボリックレフ Q ってやってヘッドを読んでやると、ヘッドが何かを指してればそのブランチ、指してない場合は以上終了するというようなコマンドになっています。で、引数があるときはどうするかっていうと、 git name rev っていうコマンドと git rev parse っていうコマンドを使います。で、 git name rev っていうのは、与えられた引数にシンボリックな名前を与えます。さっきのシンボリックってちょっと出てきましたけど、まあ、ブランチ名とかタグ名ですね。適当なコミットを与えてやっても、それはオリジンマスターですよねとか、他のやつを与えてもそれはタグにあったからこいつを指してるんだろうみたいなのを、いい感じに与えてくれると。人間に読めるような形、読みやすいような形に出してくれると。本当はもうちょっと、なんかニョロがついてたりってこともあるんですけど、大体こういう感じで出してくれます。それをさらに git rev parse symbolic full name っていうのに与えてやると、ref name を完全の名前にしてくれると。 v0.4 っていうのを与えたときに、それが実際にはブランチなのかタグなのかっていうのは、まあドットギット以下を見てみないと分かんないですよね。それを分からせるのが Git レパーズシンボリックフルネームで、 V0.4 っていうのを与えると X タグズ V0.4 って返ってきたので、ああこいつはタグなんだなって分かるっていうような感じです。
はい、これで引数の話は終わりで、git foo バーコマンドを実行するっていう話なんですけど、もう全然時間がないかもしれない。はい、git foo バーっていうコマンドを提供したときは、git スペース foo バーで実行できることは皆さんご存知だと思いますが、特典が一つあって、 git execpass ってとこにパスが通ります。これ何かっていうと、さっき git help a したときに出てきたサブコマンドがたくさん入ってるサブコマンドの方向ですね。で、この中に実行ビットが立ってないようなファイルもあるんです。で、これ何かっていうと、シェルスクリプト用のファイルです。で、Git のコマンドをシェルスクリプトで書くときは、Git show setup っていうファイルがありまして、こいつをソースするところから始まります。で、これをソースすると、なんかいろいろ便利な関数がエクスポートされ、まあ、使えるようになって、シェルスクリプトを書きやすい。あと、吉成セットアップっていうのをしてくれます。何するかっていうと、non-git OK、subdirectory OK っていう、環境変数をセットしておいてやると Git のリポジトリじゃないところで実行されても OK とか、サブディレクトリ OK だと、Git のルートディレクトリじゃないところで実行されても OK みたいなことになります。昔は Git サブモジュールっていうのは、サブディレクトリの中で実行すると、エラーを吐いて死にましたけど、そういう感じの挙動ですね。あとオプションズスペックっていうのがあって、これは結構すごくて、なんかオプションヘルプみたいな文字列を環境変数に指定しといてやると、Git show setup したときに、引数を解釈していい感じに、パーズしといてくれるっていう、代物です。これがですね、こういう感じのフォーマットなんですけど、これが Git、皆さんお気づきでしょうか。GitLeg パーズの、ヘルプの中に書いてあって、これも全部 GitLeg パーズってコマンドがやってくれてます。あとパスを、知りたいようなとき。例えばですね、あるファイルが、リポジトリのルートからどういうパスで与えられるかとか、ドット Git ディレクトリが、どこにあるかっていうのを知りたいような時にも、使えるコマンドがありまして、これも GitLeg パースでできます。GitLeg パース、小トップレベルとかでトップディレクトリの全体パスとか、Git ディレクトリとか、カレントディレクトリから、相対パスで、トップレベルを得るみたいなこともできると。というわけで GitLeg パースすごい。ということは分かってもらえたと思います。はい、じゃああと GitHub と設定の話をして終わろうと思いますが、GitHub は API 叩くのには OctoKit と GoGitHub しか僕は使ったことないんですけど、こいつらを使っていればまあ大丈夫だろうと。で、まあ、何が大変かっていうと、GitHub エンタープライズ対応っていうのを、どういうふうにしたらいいか。これは、GitHub.com 以外のホストに対応したいんですけど、どこが GitHub エンタープライズのホストなのかっていうのを知らなきゃいけない。っていうのは、まあ、リモート URL っていうのを知ればよいですよね。まあ、Git Config Remote Origin URL っていうのを見ればよいと、まあ、いうくらいなんですけど、まあ、厳密にやりたいなら現在のブランチがどこからフェッチプッシュするかっていうのを、パーズしてやるべきです。ここで少しパールっぽいコードを書いてみました。はい。現在のブランチ、本当はチョンプしないといけないんですけど、現在のブランチを得ると。それから Git Config ブランチ Remote っていうので、リモートの名前を得る。大体ここは Origin になると思います。それから Git config remote origin URL みたいなのをして、リモートの URL を取得して、これでリモートのホストが分かるなというふうになります。けれど、一個罠がありまして、Git config URL instead of っていうのがあるんですね。こいつ、どういう設定かっていうと、old URL にプッシュフェッチする代わりに、new URL を経由しましょうっていうことをやってくれるっていう便利なものです。まあ、こんな感じですね。これ結構おすすめ設定なんですけど、こういう設定をしておくと、HTTPS プロトコルで Git プッシュ、Git フェッチ、プルしようとしても、Git アットということで SSH プロトコルで Git プッシュ、フェッチしてくれるというような設定です。はい、これ使っておくと、まあ、いろいろ便利です。GHQ 使うときも便利です。で、まあ、この置き換えとかパーズをやってくれるっていうコードを直接アクセスできるのは、Git リモートショーっていう、まあ、結構大掛かりなコマンドしかなくて、こいつをパーズして正表現をなんとかするしかないです。で、リモート URL はいろいろありまして、まあ普通の URL みたいなやつと SCP-like URL って、まあ皆さん GitAdd、GitHub でクローンするときに利用している URL、2種類ありますけど、この2種類に対応していればよいです。で、設定なんですけど、まあ YAML.json、Hub とかは YAML 使ってますけど、Git config 便利ですよって話です。まあ Git config のいいところは Human Readable、Writable。ですね。で、まあ、注意しなきゃいけないのはあくまで個人設定でユーザー間で共有することはできないと。そういう時は、-f っていうので、設定ファイルを指定することができるんで、こいつを、プロジェクト固有の設定を共有するためにはこいつを使います。例えば Git PR リリースの設定はプロジェクト間で共有しておきたいので、そういう特定のファイルに書いて設定することができるというふうになっている。
で結構便利なやつがですね gitconfig geturl match っていうので URL の下に、設定を変更、指定することができるというようなものです。例えば、gitconfig をじゃあぼしぼしですね、はい、後ろ詰まってないので、まあ、もうこれ喋ったら終わります。はい、ghqvcs っていうコマンドがある、設定項目があるんですけどこいつに URL を渡すことができる。そしたら URL の先頭位置で、例えばスラ、エクザンプルコムのスラ git では ghqvcs は git になっていてほしいとかスラ hg の下では ghqvcs は hg になっておいてほしいみたいな設定を書くことができる。こいつは非常に便利ですね。 github と github enterprise で設定を変えたいような時とかに、まあ、使えるんじゃないかなと思います。まあ、でも URL 先頭位置なんで HTTPS プロトコルと Git プロトコルで挙動が違うみたいなことになるのがちょっと難点ではあります。はい、こちらからは以上です。はい、終わり。便利な Git サブコマンドたちを紹介しました。まあ、こいつらを活用して Git のコマンドをいろいろ作りましょう。で、ヘルプするときは -w っていうのをつけるとブラウザが開いて非常に便利なんでみんな使ってください。以上です。ありがとうございます。